さんの歌を歌ってごまかしました。わかりますよ、これ。金縛りあります？あります。ある。いつ？いつが重要なんですか？重要だよ。いつ？どんな時？なんかもう5年ぐらい前ですかね。うん、どこで？どこでか、うん、家です。家のどこで？家の寝室です。寝室か。もう夜寝てる時に、そう寝てる時に、うん、その1週間前ぐらいに怖い話を聞いて、うん、その1週間の間に何か起こった時こうしなくピッチャー呪われるみたいなことを言われてて、うんうんうん、いいね。それがいつ起こるか分かんないと思ってたら、うん、それちょうど1週間の時に起こったの、うん、いいね。それでめっちゃ耳元で男の人の声がするんですか。いや、なんかお前なんのかな、お前なんてか分かんないけど、へー、知ってんだよみたいなこと言うわけですよ、うん、汗だくですよね。どうなったんその後。うわっってなったんですよ。わってそしたらお父さんがいたって何なんか落ち着けろやいやだってお父さんいたとかじゃない。お父さんいないです。あれや。え？犬が来たとかないのか。あ、そう、わーってなって。お父さんが隣でAV見てたとかそういうことはないの。そうだからわーってなんか男の人わーって言うから。お父さんが隣でときめもやってたとかそういうことじゃない。そういうことじゃない。うん、けど、そう、うん、なんかじゃあすごいなんか起きたら裸だった。マジで？そう。裸だ。本当に？起きたら裸だった。もう、うん、すごかった？うん、すごい、もう暑かったんでしょうね。きっと。そのもう怖くて裸になってた、うん、そうなんや、うん、次だどんな時裸？どんな時？夜中にテンションが上がって、うん、あ、やっぱりね、お気に入りのアニソンをかけて、そのイントロの間に回転しながら脱ぐっていう、うん、なるほどね。ああ、いいじゃないですか。いいよね、その感じね。自分は男子校の軽音部に所属してるんですが、先日女子校でライブしてきました、うん、その時司会をしていた女の子が、うん、はい、男子とこんなに近いのは初めてでとパニクっていて、ついいじめたくなりました。杉田さんならこんな時どんな風に女の子をいじめますか。どうぞいじめてください。いや、その時は最初は下手に出て、うん、ごめん、すいません、なんかこんな近くって言って、で、スーって言って、じゃあお前あっちで見てろよって言ってこう、おー、いいかもしれない。それで、ひってなった瞬間に、バーガー、もっと近くに来いよって言って抱き上げて、そのまま1曲目スタート。どうすんのそれ、彼女どうすんのそれ、その子。何も弾けない。うん、だから抱きかかえながらボーカルが歌えばいいんだよ。あ、いいかも。うん、それで。そう。すごい。いや、私、軽音部だからそのネタかなって今思いましたもんね。違う。だって、ひょさんと、みおちゃんは違うでしょ。だから、もう、キャラメル出すな。違うでしょ。マジ切れですよ。うん、違うだろ。違うよ、うん、違うよ。だけど命を吹き込むっていう意味では氷川さんなしではあのキャラは成立しないんだよ。語り出した、語り出した。どうしよう、無限のリスペクトをしてるのにもう関わらずだよ。燃えてんの、燃えてんのね、杉田さん燃えてる。あー、無理。俺なんか IC カードなんかピーってなったら喋るやつ持ってる。あ、そんなんあるんだ。ボタン押しまくったら何度も押すなって言うんだよ。あ、そんなんあるの、そういうのやったんだ。私覚えてないよ。杉田さん、先日乗ってきたタクシーに足を踏まれたそうですが、あ、足の具合大丈夫でしょうか。美香子さん、隙があったら杉田さんの足を踏んでみてください。なんでそんなこと言うの。どういうこと。それやめてくれよ、そのなんかこうインターネットニュースサイトのコメントみたいな。杉田さん、なんで死んでないんですか。死んでから記事にするんでよろっていうみたいな。悪魔だと思って。何それ、怖い話。タクシーに足踏まれたの？降りたタクシーに忘れ物ないかなってこう、ふって覗いたら、うん、ドアが閉まんないまま急発進して、うん、ええー、うん。で、ドアが右半身にデュクシって当たって、うん。で、後輪が俺の左足の上にクンって乗った。え、痛かった？で、痛っって思って、そのまま行こうとしたから、待ちなさいって言って、なんで丁寧語だったのかわかんないけど、待ちなさいって言ってね。もうアドレナリンが出てるから全部独り言なのね。もう自分が怖かったよ。うん、え、そうなの？ちょっと、病院連れてくれ、病院、あ、今やってないなぁ。今独り言だよ、これ。やばい人じゃん。うん、え、そう、運転手さんはどんな方だったの？個人タクシーのおじいちゃん。おじいちゃん、うん、もうこの世の終わりみたいな顔で、はぁ、はぁ、って言って。なんかこう、変なのに絡まれてるぞって。で、おじいちゃんが震えながら何か書いてて、うん、これ私の連絡先ですって。うん、何かありましたら、これかかるのかなって言って、ね、かかるのか、今かけてみよう。そしたらかかったから、じゃあいいや、行って、
って言って。で、バッとこう朝起きたら、そのレシートがくしゃくしゃになってる状態で今に転がってて、相当 アドレナリンが出まくってたんだから。あんま覚えてないでしょ。その、随時、箇所箇所で覚えてて。箇所箇所なんだ。うん。とりあえずめちゃくちゃなテンションだったなってことは確か。すごいね。まあ俺も大概だったから。うん。でしょうね。うん。で、病院行ったら、まあ別に骨とか異常ないって言われたからね。あ、行ったんだね。あ、よかったよかった。もうこれで終わり。あ、よかったよかった。なぜそれを知ってるの？いや、ツイッターで俺もアドレナリンが出まくってて、車引っ越したらどうすんだよ、みたいな。言うもんじゃないのに。そんなツイートしてんの？言っちゃダメだよな、あの本来。怖い。翌日顔真っ青になったもんね。気をつけて。昨日の俺何やってんだこれ。気をつけて、うん。そしたらニュースサイトに拾われて死んでからニュースにしようと思ったのにみたいな。そこに繋がるんだ。つまんねえなーって言われて。つまんねえなーってなんだよって言って。すごい。きついわ。厳しい話だわ。僕の中の独自の調査で結婚したい男性声優1位小野さんです。本当に、ええ、どの辺で誰が言ってた、ええ、いろいろ、寺島くんとか捕まえて。寺島くんどの辺だこの野郎お前。ああ、言ってみろって。あ、やっぱ小野さんかなみたいなね。男性声優か。男同士で聞いたところ、うんね、結婚は小野さん、恋人は中村っていう。つか、杉田くんなんじゃねえそれ。もしかして。いや、そんなことない。僕自身の意見は置いといて。だ女版、あのシリーズっていろいろ一時期考えたんですよ。あの、わたのはたるちゃんって言って、あの、女版はたのっていうのを考えたらどうなるかって言ったら、うざい性格だなと思って。ちょっとうざったいね。泣き虫で。いやいや、可愛いけど。泣き虫で、なんかこう、あの、でも、同性から嫌われるタイプかな、なんて。それなりに可愛いし、実力もあるのに、うん、私なんか何もできないもん。そう、謙虚すぎる。そう、それと同性。うん、そして、いい声っていうね。そうそうそう。男だから、あの性格は許されるんじゃないかな。あ、女の子だったら結構うざいっていうのが。僕でも、ハタルちゃん好きよ。ハタルちゃん？ハタルちゃん結構好きよ。そうですかね。ハタルちゃん、僕、あの、今、レギュラーやってる番組では、いつも隣に座ってて。おのさん、おのさんって言って。うわ、せっって言って。うわ、せっって。おい、やべえ、俺の中でありじゃないかって思い始めてきました。でしょ？俺来た。うん、いじめがいがあるからね。なるほどね。うん、ああ、それだ。俺が唯一 S になる男。その瞬間がね。うん。S という名の優越って言ってない。そういう感じです。何そのキャッチフレーズ。テイルズ・オブ・エクシリアを一言で言うと。ドラえもん。ああ、もうギリギリだ。大丈夫かな。はい。続きまして、アルヴィンを一言で言うと。だってしょうがないじゃないか。あ、なるほどね。はいはい。アルヴィンを演じる上で意識したポイントは？かっこよさを意識しない。おお、なるほどなるほど。柔道どう思いますか？ああ、夜長だね。告白されたら付き合える？俺ホモじゃないんだ、ごめんな。そりゃそうですな。はいはい。ミラをどう思いますか？綺麗な髪だな。トリートメントはしてるのかい？確かにね。あ、ね、告白されたら付き合いますか？いや、俺人間だけどいいの？うん、その通りだね。そうですね。登場するキャラの見どころは？あ、麦人さんかな。うん、なるほどね。湯永、はい、さんに一言物申してください。欲深くて分かりやすい君が好きだ。おー、そうきたか。なるほど。沢城さんに、一言申してください。へいへい。恥ずかしがるとすぐ怒るところがある。うるせえ。そんな君が好きだ。うるせえ。なんかオリジナルのこう質問だって。あ、忘れてた。そうだよ。もしじゃあ、うん、次なんかエクシリアで続きがあるとしたら、杉田さんはエクシリアにどういう要素があったらこういいなと思います？なんだろうな、トランスファリングみたいなのがあるといいかな。携帯機となんか連動してて。あ、昔ね、あのプレイステーションってあのメモリーカードとゲーム機が一体化してるやつがあったのよ。外でミニゲームやって、そのミニゲームでそのゲーム内で使えるお金を貯められて、でそのメモリーカードを一緒になってセットするとゲームのお金にできるの。へー、うん、そういうのがね、地味に楽しかったんだ。はあ、はあ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 。今だったらね、あのそういう携帯機も選択肢いっぱいあるし、携帯電話ももう進化したから、そういうのでまあやればいいけどやんなくても大丈夫みたいなレベルのいいもの、ね、課金とかじゃなくて、ね、確かにやってくれるとありがたいかなって思います。これしかないだろう。お、なんだ？星好き。なんですか？お前の料理大好きだから俺はいくらでも食べられるぞ。これいい
かもしんない。嬉しいですか。嬉しい。嬉しい。だってあんまそんな風に言ってくる人いないんだもん。まあその後、まあ胃腸がバスターしますけどね。胃腸がね、ちょっと。なんだ、どういう方向に下手くそなんだっけ、ミキって。味が分かんないんだっけ。あのね、いや、あの全部辛くなるとかだっけ。あの甘いカレー好きですし、うん、あのお母さんの、はいはい、なんだろう、多分その美味しいとか分かるんですよ、他の人の料理食べて、うんはいはい、だけど自分で再現しようとすると途端に変な色とか変な味になっちゃうっていう。でもなんか、うん、多分普通に食える範囲だったら、うん、それは個性だから受け止めないとな、うん、と思う。優しい、と思う。優しい。だって料理下手な人が厨房立つと可愛いんだよ、だって、うん、あーとかどうしようって言いながらへこみながら作ってくれるの、うんうんうん、なんかとある人のお誕生会だったんだけど、うん、その家主の人が料理が下手だって言ってて、本当本当下手だから、あーまたあーって言ってて、そんな可愛い人いるんだ、ふー楽しみ、ふーって言ってね、そしたらなんか何でも食べたくなっちゃうというか、ね、うん、食べてあげられる。一生懸命作ったチャーハンとエビチリが出てきたけど、うん、美味しかった。あ、そうだ、美味しかった。いや、なんかチャーハン味薄かったけど、うん